次の神社着きました。次ここは兵庫県多可郡多可町の何ですか？天神社。天神社。天神社と記載があります。で、あの立派な鳥。鳥居の横から車入ってきて参拝者駐車場です。皆さんもぜひ車で来てください。何畑天神社だそうです。徳を積むの徳に畑に天神社です。読み方は知りません。大きい立派な、あ、向こうまで行かな、入られへんのか。はい、神様のお仕事のお手伝いが来ましたよ。来ましたよ。今日初めてやな、ここセミナイトン。うん、ちょうちょこんにちは。皆さんの町の言葉はどんなんでしょうか。関西はこんにちはです。天神社。あ、雨のみなかぬすさんや。あ、神結びさんやん。高見結びさんやん。曽川原さんやん。あ、すごい。我らが神結びさんや。雨の港主さん。高見結びさん。神結びさん。菅原さん。はい。うわ、すっごい。高い参道。もうなんか字は映ってない。天神社でか。すっごい。うん、でかい。あ、すごい長い参道やな。熊出ませんように。今日の高郡は暑いです。もうただただ暑いです。暑い時は暑いと言いましょう。いいんです。わあ、すごいね。わあ。急に暗なった。ぬるさ。あ、ほんまやな。もう、5時ぐらいやったらちょっと暗かったかもな。ちょっとまだ、2時でこれぐらい。うん。うわ、すご。木があるからちょっと涼しい。うん。えらいもんやな、これ木があるだけで。ちょっとだけ寒がないけど。うん。気があるだけでこんだけ温度が違うな。みえへえへえ。ラストミンミンや。今日、これが3社目や。3社目、ここが。3社、4社目か ?1、2、3、4社目か。4社目にして、今日初めてのセミです。へえ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 。ねぶちゃん。あ、気持ちいいね。うん、4社目やんな、ここ。4社目です。もう、おしっこがしたい。あ、電気つくんかな、これ一応。ホタルとか出るんかな。うん。ホタルって何月？知らない。秋とかかな。
うん。みんな集まってくるのかな、カメラマンが。うん。うちおさん、みんな集まるって書いとったやん。うん。はぁ、頭痛い。うん。うん、もうよ。500年ぐらい。いや、もっとちゃう？もっと？うん。うるさいってことで。え、うるさい。太いって言ったらうるさいってことで。え、飲んでいいの？うん？うるさいって。言うてた。よいしょ。うわ、すごい。うん。あれ今日顔折れへんな、そういえば。うん、まだ、今言ってたらもう噛まれるんちゃう。うん。どっかすごかったよね。どこやったっけ？あの、ボインドなんかなんかでさ、高いしやった。ああ、神崎郡や。神崎郡。うん、神崎郡の。あ、作ってる、おみくじ。うん、うん、あ、ほんまや。うわ、えらい。人の手が入ってるんやな、一応、ああやって、うん。うわ、誰が管理しとんやろな、これ。大変やな、これ管理すんの。寒くっぽい感じ。これを守り続けなあかんねんから。うん、でも綺麗じゃない？あれ車なんか違うこれ。あ、ほんまや。車入ってきたもんな。あ、うん、あれ関係者やな。チェーン外して。うん。うん、ここまで。うん、話してくれたらいいのに。まあでも関係者はもう毎回毎回これ歩いては来られへんな。大変やわな。関係者は。蛇口返ってて。うん、もうどこも蛇口やな。あ、なんかの模様が入っと。カモみたいなやつが入った。はあ、まあ、みだらな。見てこの、半が。もう。誰か涼しいね。よかったね。もう、もう来週ぐらいから涼しくなるよ、あんたらも。うん。もう、涼しになったらあれやな、短パンやめなあかんな。あ、狛犬？狛犬やな。あ、かわいらしい、頭ちっちゃい狛犬よ。頭ちっちゃい狛犬よ。うん。珍しい。うん。狛犬やね。うん。中に。うわ。珍しい。うん。あんま見えへん形やな。そうやね。あ、右下にあとまたマークが。うん。ほんまや、何のマークでしょうか。あるんやね。うん。うん。また、神道に詳しい方、うん、書いといてください。これはね、そらさん。あの、カモはね、って。あのカモはね、って。あ、雨のみなかぬさん。高見むすびさん。神むすびさんや。菅原さんや。まあ僕も毎日おとうからな、うん、この3人。あ、そうね、毎日、だ僕のボスやから。うん、毎日おとう。こんにちは、こんにちは、言うて。なんかもう毎日おとうからあれやけど。木の前。あ、見て。すごいです。どこ？あ、ほんまや。すごい。すごい。もうちょっとええカメラやったら、あれないけどな。いいへん。うん、バッシー撮れるんやけどな。逆やね、今。うん。タブレットとかで見たら、見えるかな。うん、いけたか。ほーえ、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 頑張って、ラストミミ。ラストミミ。うん、ラストミミ。あ、ただ、目血走ってるところまで書いてる。あ、ほんまや、目血走っと。いや、すご。これ管理してる人、うん、なんかやっぱ保険とかあるんかな。いや、火災保険。ね、保険って。めっちゃ保険高そうじゃない？うん。需要がないから。それ選べるんちゃう？何万までの。うん。いや、めっちゃ高いんちゃうこんな保険とか。うん。あれ、菅原さんちゃん。これがそうちゃん。アイメンのみなかぬさんと、高見むすびさんと、神むすびさんちゃん。お酒置いてる。どこ？うん？あ、ほんまや、絞りたて。美味しそう。絞りたて。美味
今なんやろ、紹介しといたろか、せっかくやから。なんですか、と、なんていう、なんとくつるに、ここ名前、とく畑って感じ、参拝者、なんちゃら、なんちゃらです、参拝なんちゃらです、誰か書いておいてください。そらさん、それなって、こうやって読むんやでって。参拝、僕のファイティングコンピューターには載ってない、この字は僕のファイティングコンピューターには載ってない。あ、1年ずつやってるんか。うん、うん、あ、ここもみこしがある。昔のすごいな。うん、前もあったな。あれはどこや。あ、ちゃ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 、高君、あ、神崎郡やったかな。お化けがいたところでしょ。お化け？お化けが多かったところ。めっちゃ多かったっけ。高君やったかな。どこやったかな。神結びさんが神様のお仕事のお手伝いの一番のボス。うん。うん、でも、うん、あの増加三神って神結び、雨の宮神主さんと高見結びさんと神結びさんが増加三神って言われたわや、うん、だからしょっちゅう会うね。神結びさんが、うん、知らない、そういうそういう、うん、三大なんか、うん、タゴリ姫、タギツ姫、うん、市木島姫もなんちゃら助三神って言われたわや、うん、三大稲荷みたいな。いや、多分違うと思う。なんやろな。なんか神結びさんが僕のボスやから、うん、だからもう毎日会うね、この人たち。あっちで、展開で。で、神結びさんは、あれやで、よう怒っとで。もうしょっちゅう怒っと。まあ言うとったね。あ、言うとったっけ、うん、もうしょっちゅう。あんな。あ、そう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 。僕は怒られたことないけど。僕真面目やから。やる言うたら僕はやるやつやから。うわ、これフクロウちゃん。これ？これ、フクロウの羽ちゃん。ちゃうかな？あ、ちゃうわ。トンビ。トンビかな？鳩じゃないよね。うん、違うな。同じこと何回も言わせろなぁ。神結びさん、そんなやで。うん。もう、地響き、もう、こんなん、もう地響き、ドド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 、怒ったら、ダダダダダダって。同じこと何回も言わせろなぁって。僕いつも、僕怒られることないか、僕いつも、それ見とんねん。あ、また怒られて終わって。それは何回も同じこと言ったらあかんで。ぶっちゃ行くよ。見てよ、そこ。うん、どれ、いっぱいなんか顔、あ、すごい顔がいっぱい。こっちから見に行こうか、うん、高郡高町の天神社、うん、特に畑に天神社、特に畑に天神社、皆さんもぜひぜひぜひでございます、来てくださいでございますでございますでございます。すごい、なかなか立ってないもん、雨の皆かぬしさん、神結びさん。あそこ、大阪のサムハラ行ったやん。覚えてない？大阪のサムハラ神社、うん。あそこもそうやん。あの三人がおるやん。お父ちゃんといなかったし。そう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 、うん。あそこもそうやし、なかなかないね。だからこっち、関西の人ぜひぜひ。うん、雨の皆かぬしさんのところなんかちょっとコトンコトン言うとんな。ああ、でも食べてもらえてないやん。よいしょ。雨の皆かぬしさん行きたいけどなかなかないねんって。うん、うん、なかなか神社ないねんってみんな言うで。一個見つけたんでぜひ皆さん来てください。神様のお仕事のお手伝いのソラさんの紹介で来たよー言って、うん、よいしょ、うん、古いな、すごいな。
味があって、うん、すごあんななんか白い模様入っとうやん、うん、あれの塗料はもう昔からなんかな、でもなんかあれだけ新しそうじゃない、なんかちょっとでも新しいな、うん、あ、ここだけ塗ったんかな、また塗ったんかもね、うん、あそこちょっと階段やめとこうか、うん、もうちょっと体力的に、うん、この子らの体力しんどいかな、ちょっと今日はもう暑いしやめとこうか、うん、あらあらあら、うん、あんまや、影ついてないやん、うん、つけとかんと、はぁ、あ、鈴を、うん、鈴を奉納した人、うん、ありがとうございます、カランカラン、ありがとうございます、2016年、うん、ありがとうございます、カランカラン、あれしてくれて、ありがとうございます。奉納してくれてありがとうございます。よいしょ。まあ、ここももう浄化も元気玉もいらんわ。ね、ここは。いらなかった？うん？全然いらない。あ、いらない。もう全然いらない、ここ。神様が守ってる？うん、うん、あの三人が守っとるから。うわあ、すごい。新しい命がいっぱい咲いてきて。狸とかでも出そうな雰囲気。うん、ほんまや。あれ、なんかさっきこっちになんか見えてんけどな。うん、あれ？お社が見えてんけど、こっち、うん。手が痛い。お社が見えたからこっち来たのに。うん、あれ？あれへん。あれ？何の映像見たんやろ。頭の中でなんか見たんかな、うん、いや、肉眼肉眼で、だからこっち来たのに、あれ何の映像見たんやろ、あ、江戸時代かな、江戸の髪型かな、あれ江戸の男の人、女の人、うん、二人であそこ歩いてるわ、デート、これ何やろな、知らない、夫婦かカップルか、あそこ建物建っとうやん、社務所か、あれ、うん、社務所のところバーっとこっちに歩いてきよう、うん、歩いと、うん、参拝したんやろな、何、紺の着物着た男の人と、多分、うん、江戸時代のあの曲げの言い方やと思う、女の人は日本髪でオレンジっぽい着物やな、うん、あら散歩する、あれやな、なんか空間があるやな、空間、お化けじゃない、お化けじゃない、空間がなんか繋がっとんかな、過去と、へー、うん、なんかお化けじゃないもん、うん、どういうことよ、どういうことだ、よくわかりません、まあええやん、よくわかりませんっていうのもあっても、な、何でも追求せんでも、うん、かわいい、あの葉っぱとか、うん、いるとんな、かわいいでさ、かわいいでさ、この葉っぱかわいいでさ、すごい揺れる、あ、これもなんかすごい動きがかわいい、かわいいでさ、川が流れたんか。そう、川流れてる。うん。うわぁ、すごぁ。めちゃめちゃ。うん、ええところ見つけたな。うん、そやなぁ。根っこが、すごいもう剥き出しになった。あ、トンボが。うん、あれや、トンボが。これ糸トンボとかじゃん。そう。あ、何やろう、違うか。一応何やろうかっていうとこ。あ、何やろうか。トンボが子作りしよう。うん。うん。2匹。子作りしよったけど、うん、振られたんかな。うん。しよったけど。やめてって。私には、
決めた人がいるんですって。何これ。初めて見た。なんかここがない。ピントが合わへん。あ、なんかハサミあれがある。うん。うん。まあ僕の咳払いとか、こういう咳とか、このマイクよー、よー拾うやろう。綺麗に。すごい拾う。よっしゃ、ほんじゃ、我らが神結びさんからお話ししようか。うん、我らが神結びさん。よっしゃ。な、365日、毎日、笑顔じゃなくていいんだよって。毎日ポジティブじゃなくていいんだよって。よく、別に、しんどい日とか、サボる日とか、ダラダラする日があってもいいんだよって。そんな、もうまず無理やん。ずっとポジティブにやりましょうね。笑顔でみんな、ワーキャーワーキャーって、それ行けって、楽しく、旅行行くわよとか、ショッピングするわよって。好きな動画見るわよって。毎日そんな無理やん。まあ中にはほら、もう一週間、なんかもうダラダラ。まあ言うても私もう一週間ダラダラしそうでとか、一ヶ月ダラダラしてるでって、っていう人も中におるやん。でも、それでいいんだよって。別にいいって。あかんって思うから、なんか、あかんって思ってる人でも、仕事してるやん、みんな。朝出勤して、夜帰ってきて。でも、家帰ってきてからダラダラしてるんやんな。うん。そうやね。うん、おこたに入って、もうそのまま寝てもうたとか、うん、で、いつも夜中に起きてとか、夜中に化粧落としてとか。よくある。うん、まあ、かまへんやんって、神結びさんは。え、何があかんのって、神結びさんはそうやって言ってる。うん、でも、その、まあ、例えば一週間を振り返ってとか、一ヶ月を振り返ってとか、一年を振り返ってとかな、振り返った時に、ダラダラしてた日々もあったな、無駄な時間もあったなって振り返るやん、振り返って、それを、そこを改善したらええだけやんって。うん、どうせ人って振り返るやん、過去。どんなことでも振り返るやん。ああ、なんかあんなええことあったなとか、やらかしてもうたなとか、それ振り返った時に、振り返った時が自分が反省した時やから、その時に、じゃあ次ほんのどうやってやっていったらいいんかなって、こういう風に取り組んでいったらいいんかなとか、なんか眠くなる前に顔だけ洗ってしまおうとか、そういう風にやったらいいんやって。生きるってそういうことやって。何をそんな気張っとんや言うて。なんか、ポジティブじゃないとか、規則正しくないとあかんって。まあ、それがなんか習慣になったら、もう、規則正しいもずっと習慣で当たり前のようにやっていくよとかって、っていう教えもあるけどもな。でも、習慣になるまでもすごい大変やし。なあ。習慣になるまでにいっぱい挫折するし、もうそれで別に構えへんやんって。人生長いんやから、何をそんな気張っとんや、言うて。って言ってる。ありがたいお言葉です。神結びさん。神結びさん。ありがとうございます。せかせかしなくていいんやでってこと？もうそう、それもそうやし、もうきちきちせかせかせんでええんやし、ずっとポジティブじゃないといけないわけじゃないって、ネガティブな日なんかあっても全然ええんやって。ネガティブ。365日、の半分、もう半分ぐらいは別にネガティブでええって。でも、半分はポジティブとかすごいことやん。ポジティブな日があったって半分。年間のうちの半分、なんぼ4ヶ月 ?4 ヶ月 ?6 ヶ月半分。すごくない？合計6ヶ月ポジティブやったってこれすごいことやと思うやんな。でもな、ずっとポジティブじゃないとあかんみたいな。そんな風に生きれる人なんておらへんって。そういう風にずっと毎日ポジティブに見えてる人は、やっぱり気張ってる人やんね。
そうやって見せとうだけやんな、うん、だそうですよ。あ、そうさん、アブかも。うんうん、これ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 、やめてやめて、アブはあかんわ。ハチやったやけど、うん、いや踏まれたんじゃ。よっしゃー、それが人生を良くしていく方法だよって。うーん、おい、今日の夜は神むす、雨のみなかぬすさんと神むすびすさんと高見むすびすさんは今日は焼き鳥に行くんやって。仲いいね。あ、いや、なんかよう飲みに行ってるよ、この3人。うん。焼き鳥食べるの？焼き鳥食べるわ。お酒も飲むの？うん、飲む。飲む飲む。お酒飲むからお酒奉納するんやで。締めにラーメンとか行ったりするんかな？あ、おるで。そういう人もおるで、ちゃんと。締めはやっぱり、僕みたいにな、なんか、締めは牛丼やわ、とかな。うん、はい。まあ、ぜひぜひ皆さん、うん、ここ、あの見つけたんで、うん、雨のみなかぬすさんと、あ、パワースポットや、高見むすびすさんと、神むすびすさん、パワースポット見つけた。うわぁ、白蛇さんもおるし、ここ、すごい。本殿の中。うわぁ、パワースポや。あそこの光あるやん。あそこはパワースポット。光が当たるところが多いね。そうやんな。うん、なんかパワースポットってなんか例えばなんか大きい岩、うん、あれパワースポットやねとか、うん、そんなあるけども、うん、あのこういう何気ないところにもパワースポットってあんねん、うん、まあ多くやった場合で光のところだろうな、まあ、明らかにここ光っとうやん、ここら辺、うん、あそこパワースポット、そこにパワーが集まってるから、うん、うん、あのエネルギーが大きいね、うん、でもあれやで、たまになんかこ今例えばな、うん、例えばここ火当たってないやん、こっち持って火当たってないやん、うん、でもうん、これパワースポットやでとかっていうようなあるの、ね、普通に、うん、これパワースポットやでとか、これ例えばやけどな、うん、いよいよそうですよ。よっしゃよっしゃ、はい、もうやるのやるの、うん、あの元気玉とかやろ、うん、やらないやらない、もうここはもうここは上等な神社なんで、はい、じゃあ皆さんも来てください。じゃあ次の神社行きましょうか、うん、よっしゃ、じゃあ終わります、うん、ではではではでございます。